1944年、パンター戦車の乗員と共に、左から二人目が、ラングカイト。ビリー・ラングカイトは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中は、ドイツ陸軍の軍人として戦い、戦後は、西ドイツの連邦国境警備隊に所属した。最終階級は少将、少々、准将。ラングカイトは、ケーニヒスベルクのトロイブルク近郊の守費店村で、 1907年6月2日に生まれた。1924年、ベルサイユ条約で兵力10万人に制限されたバイマル共和国軍へ入隊し、ケーニヒスベルクの第一自動車隊に配属される。部隊内で軍務に成金するとともに昇進試験を受けて将校となり、招待長勤務を得た後、1938年、 シュバインフルト第36戦車連隊の中隊長に任命されたが、この時の階級はタリーであった。1939年、ラングカイトは、ポーランド侵攻で先行により2級鉄十字章を受章。翌1940年のフランス侵攻では、フランス軍防5戦、ウェーガン戦突破で先行を挙げ、第1級鉄十字章を受章する。 1941年のソ連への奇襲攻撃、バルバロッサ作戦に、同戦車連隊の中隊長として参加したが、8月21日、第2大隊長のシュミラウアー中佐が重傷を負った、ため大隊長代理となり、1942年1月1日には、少佐に昇進し、正式に大隊長となる。1942年5月、 デオドール・クレッチマー大佐の推挙により、異例の人事として35歳で少佐に昇進、第36戦車連隊長に任じられる。同年、スターリングラードで連隊の所属する、第14装甲士団が、赤軍に包囲され、翌1943年に全滅するが、同年1月19日、スターリングラードスキエ飛行場周辺で戦い、 負傷により飛行機で包囲を脱出する。なお、1942年12月9日に、ラングカイトは、騎士鉄十字章を受章している。その後、中佐に昇進した、ラングカイトは、フランスで再編された、同志団で、第36戦車連の再編と訓練に励み、10月1日戦列へ、復帰し、1944年3月中旬まで、 同連隊を指揮し赤軍と戦った。この期間、白洋付け私鉄十字章を受章した。1944年3月、オット・ブージング大佐の公認として、グロース・ドイッチュランド戦車連隊長となり、ルーマニア戦線から東プロイセン構成まで同連隊を率いた。1945年、グロース・ドイッチュランドの予備旅団の編成に当たったが、 同年1月末、戦闘団を編成し、東部戦線へ向かい、テオドアブッセ大将率いる、第9軍に配属される。戦闘団は後に、クアマルク総攻的弾兵士団と命名され、オーデル川防衛戦で戦い前線する。これを評価したブッセは、陸軍総司令部へ、少々の昇進を上進し、1945年4月20日、ラングカイトは少々に任じられた。 4月30日、戦車戦の回数が75回に達したため、金色戦車戦闘賞を授与される。5月7日、ナチスドイツ降伏の前日、ラングカイトはアメリカ軍に投降し、捕虜となった。数年の捕虜生活の後、1951年6月、西ドイツの連邦国境警備隊に放職した。その後、国境警備隊準備で退役し、 1969年10月27日に亡くなった。ありがとうございます。